こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。今日はね、無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。今日もはい、まあ、簡単に言うと、そのギアステップ、ライブステージ、まあ、あのコロシアムですね。コロシアム、あの割とね、そのあのシーウルフが適性がね結構あるんですけど、まあ、こんな感じでもね、あの僕は回ってますよっていうあのパーティーをご紹介したいと思います。あ、もちろん上の方です。はい、はい、こちらが、パーティー編紹介です。編成ですね。はい、ではご紹介しましょう。航空科学科デイトナですね、リーダーは。はい、で、まあ、アシストがダブルゼータなんてパワーなんでしょってついてるんですけど、もう全然これじゃない、これじゃなくて大丈夫です。むしろあの余ってたんでつけただけなんで、もう本当にこれじゃなくて大丈夫です。まあ、一応変身後リーダースキルがね、光をよこれ以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が 22.4 コンボ加算、光属性の HP と回復力が 2.1 倍ということなんでね、はい、まあ、光属性で染めてみました。で、まあ、見てもらったら分かるように、あのウルトナをね、サブとスケットに置いてるっていう編成ですね。はい、で次のサブが、カミラですね。カミラに直角性スキープで、これ潜在もう何もいらないです、正直。はい、で、アシストがコンクエストレコードですね。はい。で、こちらがウィンガンダムゼロですね。ウィンガンダムゼロに直角性スキルプラス。無効貫通潜在ついてるんですけど、あの、次撮ろうと思って動画のためにつけてるだけです。はい。で、神キラーもそれ、その感じです。もう潜在、本当に、上限をちょっと解放してあげる潜在であれば何でもいいです。で、アシストが、天夜叉のコートですね。はい。で、こちらがガンホーコラボの雨の村雲ですね。はい。で、直角性がバインド耐性。で、これ使おうか迷ったんですけど、まあ、皆さん結構持ってらっしゃる方多いかなと思ったんで、はい、これは、エクシアの武器ですね。ガンダムコラボのエクシアの武器をつけています。GN ソードですね。はい、で、こちらがサブのシール&デートのウルトラですね。で、直角性じゃなくて潜在がスキル2つで、一応ね、消せない解除をつけております。結構ね、火、水、光、三属性なんで、三属性必要なんで、ウルトラの、攻撃倍率を出すために、どれかね、消される場合が多いので、最終フロアで。それを、まあ、ね、その、最終形態になると2体攻撃ついてるんで、まあ、それを解除してやろうという作戦でございますね。で、フレンドさんのウルトラにスキルチェーン4つ、神キラー2つついておりますが、まあ、これもなくてもいいです。はい。で、スタイルチェンジキー。これもなくても大丈夫です。はい。で、バチャ、チーム HP 強化ですね。はい。はい、それでは、ごめんなさい。スキル使う順番間違ってました。はい。それでは、挑戦する。はい、対戦をよろしくお願いします。もう、くした、室列回って。はい。スキル使う順番間違った。貴重なスタミナが。で、これで、まず変身させて、ウルトナを変身させて、で、天夜叉のコートじゃなくて、で、まあ、いいか、転夜者のコート使っちゃいます。俺は死なない。で、これでコンクエストレコードが溜まるんで、これをかけて威嚇してあげて、で、最後にウルトナの、ウルトナチャワ、デイトナか。で、威嚇してあげて、これで、まあ、ターン稼ぐと、はい、まあね、ロボが変身できるまで、ウルトナが変身できるまで、ちょっと待とうかって感じですね。はい。で、ここで変身できるんで、はい。でも、このままね、行っても全然いいんですけど、まあね、どうせなら、ね、変身できるまで、待ちたいな、という気持ちなんですけども。はい。はい、抜いちゃいましたね。はい、OK。まあ、いいでしょう。で、次が、はい。シールフですね。はい、はい。で、ここで GN ソードの武器を使ってあげますと、スキル。で、威嚇してあげて、はいはい。はい。とりあえずね、ここは。ここでね、根性を発動させてしまうと、火属性吸収が来るので、鬱陶しいので、威嚇か、もうグラビティ一択ですね。二択か。オッケーオッケー。で、こっからもう、アルティメットバスト使ってあげて、はい。はい。あー、ちょっとね、僕、ペン先がね、もう、ボロボロになっちゃったんで、今、親指でやってるんですけど、もう、まあ、親指派の人と人差し指派の人がね、分かれましたね。はい。オッケー。で、ここね、結構喋るんでね、
それでね、無効貫通が剥がれたりするんで、まあそれが鬱陶しいんですけど、はい。まあね、まあ、しゃあないですかね。ボイスに気合い入れてはるから。僕は、その、あまりその、ね、その、今の、20代くらいのあの、声優さん、あの、ちょっと、ね、存じ上げないんで、わかんないんですけど、はい。よし、さあ、歌うよ。はい。私の歌、聞き逃さないでね。はい、これロックされるんですけど、まあ、問題ないと。で、なんならね、あの、カミラが L 字使っ、あの、持ってるんで、はい。もう L 字使ってあげます。L 字組んであげます。はい。はい。はい。で、ロック解除してあげて、はいはい。OK。もう少し歌いたかった。はい。ててーん。もうお疲れです。私、歌なら少し自信がありますよ。はい、で、ここで、雨の村雲の草薙を使ってあげます。で、アジメントバスター使って、ちょっとここら辺からちょっとペン使いますわ、ちょっと。はいはい。雲なんでね、結構。緊張するんで。はい。はい、はい。雨の村雲がね、3ターンでね、1ターンの無効貫通打てるんで、はい。そこは優秀ですね。オッケー。スタート。はい。これで最後だ。で、最高のステージを見せてあげるよ。で、この火水がやっぱ消せないじゃないですか。で、こういう時にアルティメントバスター使って、まあ、光の4つを組んでいくんですけど、まあ、ダメージ吸収があると思うんですけど、ウィンガンダムゼロがね、このターンから、6フロアから、その、ダブル吸収無効が発動させ、解禁されるんで、これを使ってあげると。俺は死なない。で、ここで4つ消しして、で、この消した後も4つ消しになるように組んであげて、こんな感じでいいかな。はいはいはい。はいよ。でも楽しいです。はい。最大音量でいくよ。はい。で、ここで、全体の攻撃力が下げられるんで、この次に、ウルトナちゃんは、その、デイトナ君のエインハを使って火力の底上げをしてあげると。で、アルティネットバスターを使ってあげて、で、ね、できるだけマイナスドロップは消さないようにしましょうか。って言って消すのが僕なんですけども、うまくいくかな。はい。OK、いいですね。はい、こんな感じでね、周りと回ってますね。はい。はい、結構ね、報酬も美味しいんでね、これ回る価値ありますね。で、クリアタイム見せ、お見せしましょうか。はい、こんなね、感じでおしゃべりベラベラしながら、割と5分半弱で回れるんで、はい、結構ね、こんな感じで、まあ、その、シウルフがいなくて、まあ、シバドラで、その、高速周回できないよって方とかには、こんな感じでもうクリアできるんで、はい、こんな感じで、まあ、誰かのね、幸いになれば、幸いです。はい、それではね、はい。まあ、購入歴、ブライブ、お見せするということは、7個ですよね。お見せするということは、まあ、ガチャですよね。ガチャ、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 ガチャ。新学期ガチャ、僕、ギアステップ。もう本当に、デイトナ君しか持ってないんで、はい、その子狙いか、あるいは特待生一室で、お願いします。サクロッ。うわあ、ごめんなさい。あ、デイトナー編成しっかり考えたのな。そこでシウルフ出るんかい。いやー、じゃあ僕は、シバドラでもあるかな。はい、こんな感じで、今日はもう開きにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価していただける方、していただけると、もう大変嬉しいです。まあ、本当にね、
こんなちょっと雑な動画でなったんですが、本当に誰かの幸いにな、あ、誰かの参考になれば幸いでございます。あと概要欄にチャンネル、活動一覧っていうね、僕の SNS をそこに全部詰め込んであるリンクがあるので、そちらもチェックしてみてください。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。